はい。だめっちゃよくない？はい、ということで無事引っ越しできました。はい、もう引っ越ししたら韓国ではジャジャン、はい、食べるんですよね。いや、中華を食べるんか。二人してコリアンドリーム、うまっ。買ってくださいって言えないやつね。もうもうないですから。ぜひとも買ってくださいね。小口の小口ね、これめっちゃいいから、めっちゃ使ってくる。めっちゃずっと使ってるね、俺ずっと使ってる。いや、でもめっちゃね、売れてんの実は。そうか。めっちゃ売れてる、めっちゃありがたい。ぜひともね、この期間しか買えないんで、あと数日ですよ。20日までですから。はい、ということで早速食べましょうよ。はい、僕は、何それ、ホックンパンですね。え、めっちゃうまそう。で、僕は麺のタイプです。じゃじゃ麺、いつも通りのやつね。いつも通りのやつね。で、あとタンスープとこれマンドゥ。これサービスでついてくんだよ、餃子。揚げ餃子に、揚げ餃子に。やばくない？韓国おもろいな。結構バタバタだったね、今日一日。少しできるって決まって、うん、大家さんと話して、うん、2日後ぐらいです今。あ、そうです。それやばくない？じゃあ周りも、うん、みんなびっくりしてる、本当に。まず家が決まったっていうのがその日だったじゃん。そうだね。彼女とかにほらやっぱ報告したから、ちゃんと。そうだね、うんうん。んなら、あ、じゃあこれから家見つける、あ、家探しに行くんだねみたいな。うん、いや、もう決まりました。早っ。そうだよね、めちゃめちゃ早かったもんね。すごかった。え、でも結構何件か見たよ。5、6件ぐらい見なかったっけ。見た、5件ぐらいは見たと思う。5、6件ぐらいちゃんと見て、うん、その上でちゃんと選んだから、うん、この家。でもなんか狭いかなって思ったんよね、引っ越し準備してて。え、これ入るこの家みたいな。うんうん。え、これそういえば編集部屋とかどうするみたいな。いやいや、そうそう、なったんよね。けど意外と入る。この家広いぞ。この家めちゃくちゃ広いんだよね。あれがいいね、あの前の家は、うん、玄関入ってすぐがリビングだったじゃん。あ、そうね、玄関が遠いんですよ。ああ、ちゃんと廊下があってみたいな。廊下あって玄関までこう距離があるから、そう、ね、めっちゃいい。これ多分あなたですね。っていうか、うん、1月だったじゃん、ね、あの家入ったのが1月だったね。1月2月までいて、3月にもうあの家、もう3月から俺いないんだよ。あの家すごくない？家賃めっちゃ払ってさ、俺住んだ期間より住んでない期間の方が長いんですよ。そうなんだよね、開けてる期間の方が長いんだよね、あの家。ただただお金を払ってたっていう。うんうん。いや、でもそのね、あれですらさ、前の家の家賃2倍以上だったじゃん。やべえなって言ってたけど、さらに上がったね。そんなお金ある？大丈夫？うん、ある。いただきましょう。はい、いただきましょう。いただきます。頑張りました。うん、あ、うまいわ、ここうまいわ、うん、うまい。これ食べてみる。やっぱ久々食べるわ、ジャジャー麺。いただきますね。うまいぞ。うまっ。うまいよ。マジ？初めて食った。ちょっとジャージャー麺。ジャージャー麺よりちょっと好きでしょ。はい、ということで皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あの、先ほど生配信が終わりまして、まあ、30枚。生配信で開けたんですよ。で、残り10枚、もう今回僕40枚ワンスジャパン限定版買ったんですけど、まあ30枚全部外れでした。残り10枚どうなるのかってとこなんですけど、ごめんね、情報量多くて。さっき実はレコーディングしたんですよ。10枚開けちゃったんですよ。で、なぜこの映像が流れてるか、そう、録画ができてなかった。どー、お二人には今朝おめでだ。私がちょっとよざらんことをしたくためになかった。なんでやらせ前提というか、あの時の再現をしましょうっていう。テンションが僕たちは答えが分かってた上で、あの時の気持ちを作らなきゃいけない。そう、俳優です。ということでね、しゃかりに行こうか。A few inches later. 1枚目の反応、スタッフ君、あげてください。はい、いきますね。はい、当たれ、当たれ。せーの、はい。いやー、なんてー。 OK。 2枚目、いきますね。はい、いきます。せーの、はい。うわー
マジでわからん。わーな、わーな、お前、お前ほんと。3枚目。いや、3独特やね。いきますね。はい、いきます。せーの、はい。うわ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 やばいやばいやばい、全然やばい。あー、4枚目。いや、だから独特やねん。せーの、はい。サーク当たらない。もう34枚全部外れてなくない？どんどん新しくしていくやん。全然さっきとちゃうやん。楽しさ必要だから。5枚目いきましょう。あ、これ合計したら35枚目です。35枚ってもうやばいって。せーの、はい。ズドーン。黙れ。6枚目ね。はいはい、6枚目ね、みたいになってる。いきます。はい、いくぜ。のダンデー。早い。なんでじゃねえんだよ。早いわ。早い。37枚目。せーの、はい。わあ。残り3枚。8枚目。まあ、ここから1枚ずつで。はい。いきます。とりあえず1枚目。せーの、はい。よし。せーの、はい。あ、マクの心臓が。みんな外れることある？じゃあラスト2枚ですか。ラスト2枚。39枚目の1枚目いきます。はい、せーの、はい。え、でも大丈夫、まだあと1枚あるから。せーの、はい。マックー、マックマック、マック帰ってきて。マック大丈夫だから帰ってきて。あと1枚あるから。ラスト1枚あるから。マック、マック、ラスト1枚あるから。 A few inches later。 もう喋れないんで、彼はもう今ゴリラから戻ってこれてないんで。じゃあ行ってください。ラストこれで外れたらもうこのまま帰ってこれんくなるから。そう、これでもう帰ってこれませんからね。じゃあ、まあラストももう一回1枚ずついきますね。はい、いきます。せーの、はい。うわーうわーうわー、当たった、すごい。じゃあ、出た。って感じ。うん、こんな感じでした。で、残り1枚は外れでした。ちゃんと外れてました、こうやって。いや、でもさ、6万出して5秒。マジで、ワーナー、エグくない？はい、ということで、今回、マキリ少女と小口さんとコラボ決定しました！イエーイ！こちらの財布、そうなんです。僕のグッズです。そしてこちらの大きなサコッシュ、もう見ていただければわかりますけど、なんでも入るな。キャンディーボン入りまーす。まあ分解しなきゃいけないんですけど、まあ、キャンディーボンが入るよと。ライブ中に必需品のみ入れれる可愛いサコッシュになっております。で、今回3つともなんですけども、3色展開、黒、水色、オレンジで出しております。で、こちら全て書いてるんですけど、このチェーって書いてるんですよ。これチェーっていう意味、推しって意味です。はーい。オタクグッズ。そこはこだわりますとも。こちらがですね、受注期間が8月5日から20日までになっておりますので、これ受注生産もその期間にのみ注文があった人だけ買えますので、ぜひ皆さん買ってください。